あ、ブクブクと太ってってるわ。これ体が風船みたいに膨らんでってるよな。どうもー、鳥の爪ダンソートです。ホラーゲーム企画カラスの爪第332弾はこちらのゲーム、ベッドライングシミュレーター、こちらのゲームはですね、ベッドでゴロゴロするだけの、ゲームみたいなんで、もしかしたらホラーゲームじゃないかもしれないんですけども、一応ホラーゲームのくくりでいきたいと思います。というのもですね、こちらのゲームのパブリッシャーで、そこが前に作ってたホラーゲームっていうのが、歯磨きするだけの、シミュレーターゲームっていうのがあったんだけど、あれめちゃめちゃ怖かったのよで、完全に俺の中ではホラーゲームのくくりで、あのゲームは思ってたんですけども、そこが作ってるっていうところで、このゲームもやばい予感がしております。もうこの質感とかこの色合いが完全にあの歯磨きのやつと一緒なんだよなということで、やっていきましょう。スタート。うん、おー、最近あれよね、みんなこんな感じだよね、自宅待機ばっかりでさ。うわ、すごい、待って、悪魔の数字666の実績とか解除してる。もうなんでもめちゃめちゃ実績を6解除していく。なんだこれは。え、そっちの方が怖い。もはややっぱこう朝起きたことがまず、人類にとっての第一歩そういうことだよね。外の時間経ってるよな。まあでもベッドの上でゴロゴロしてたら1日や2日ぐらいすぐ過ぎちゃうよな。え、ものすごい勢いで窓の外の、時間が進んでますけども、なんかカリカリ言ってる。あ、数字進んでますね。5月2日5月3日いや、ものすごいものすごい勢いで時間が進んでる。その頃にはコロナが収束してたらいいんだけどね。ひたすらでも時間だけが過ぎてくな。もう5月の10日か、11日。なんか人生を無駄にしてる感じあるな、このゲームも含めただただ今人生の無駄な時間を過ごしてる感が半端じゃないわ。本当に何もできないのかな。起きることもできない。ボタンをいろいろ押してみるけど。あ、なんだなんだ。おお、なんか出てきたよね、今ね。おお、押すとなんか出てくる。え、なにこれ。え、近未来すぎる。え、なにこれ。 B を押すとメニューみたいのが行くな。ルーム2。え、ルーム2行ってみる。え？え？何これ？メニュー画面戻ったじゃん。プレイ。どういうこと？ルーム2って何？あ、またあれだ。日付がエイプリルだもんね。22日。ちょうど今日の日付になってるわ。で、O を押すと、やっぱこれが出てくるんだ。これ何なの？急な近未来。なんだそれ、SF 映画の出方すなよ。どういうこと？あ、なんだ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 、あ、なになに、え、出たよ出たよ。このゲームのシリーズすぐこうなるんだから。ミニガンじゃない。うわ、うるさいうるさいうるさい。ランってなになになに、動けないんじゃないの。あ、うわ、動けんの。あ、スペースでジャンプできる。うるさいうるさい。ウェイじゃない、ウェイじゃないのよ。いや、もう世紀末だ、世紀末世紀末。あ、もう待って、リスタートしよう。ゼロかな、なんかキーボードのゼロかなんかを押したら、ああなりました。ミニガンがベッドサイドについて、うーんよ。ちょっと待って待って待って、怖いわ。このゲーム、ホラーゲームだわ。いろいろ理解できないわ。歯磨きの時からずっと思ってた、俺。with girlfriend なんだよな、これ。ガールフレンド出てくんの？え、それはちょっと見てみたいな。こんなゴロゴロしてるだけの人生なのに、彼女はいるって。どういうことやねん。人生は不平等かよ。ちょっと待って待って。今何が起きたか説明しますね。キーボードをいろいろカタカタと押してた中で、1を押したら今のが出てきた。もうちょっと待って、数字押すのマジで怖いわ。1を押したらわーってなって、俺もわーってなって、0を押したらミニガンがベッドサイドについて、2は？あ、怖いな、もう。あ、2はこれだ、ウィンだ。
王と一緒だ。これ今ちなみに with ガールフレンドのモードになってるんだけど、何もでも起きないのかな。また王でこれ閉じる。じゃあ次3番押すよ。何か起きた？何も起きてないよね。いやもう待って待って、もうただただ音量でかいし嫌な驚かせ方してくるんだよな。4番いくよ、押します、いきまーす。はい、おどういう状況？チェアが？俺バスタブの中入ってるし、なんで？なんで？貫通してるし、どういう状況？あ、飲ましてくる？すごい飲ましてくる。椅子が石を持ってワインか何かを飲ましてくる。夢でやってくれ。もう一回4押してみようか。あ、待って、もう一回飲ましに来るの？あ、外行く。あ、元の場所に、あ、じゃあ私は仕事に戻りますねっつって、ちょっとどういうこと？マジで理解不能なんだけど、もう一回4押してみようか。4。ああ、来た。バスタブモードだ、これ。これやると、椅子が石を持ち始め、宙を浮き、うん。サイキック機能を持ち、で、ちょっと体を貫通した後に、椅子に置いてあるワインボトルを口にもう直で、うーん、飲みなさいよと。瓶を吸いなさいと。神ゲーかよ、なんだよ、これ。で、お仕事終わったんで、私は元の位置に戻りますねって。プリンターとあれノート PC だよな。無駄にでかいな、プリンターな。で、ベッドに戻ると。これどういうことなんだろう。5番押すよ。はい。起きないキーボードもあります。これなのよ。このゲームの怖いところ。何も起きないものもあるっていうところなんだよな。じゃあ6番押すよ。これも何も起きないんだ。うん。7番。何も起きない。うん。8番。あ、手を挙げた。何この BGM。 わ、ものすごい勢いで時間が経過している。2020年があっという間に終わっていく。オクトーバー。あ、俺の誕生日ももう過ぎた。え、嘘。ノベンバーになって21年にもなっちゃうんじゃない。これどん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 過ぎてる。あ、外が雪が降り始めた。あ、21年になってる。ハッピーニューイヤー。あ、もういつの間にか、もう3月じゃない、マーチって書いてあるよね。いやー、1年はあっという間だなー言うて。でも何か体に変化起きてる？あ、ちょっと待って、太ってってない？俺なんで栄養だけは足りてるの？ガシが先じゃないの？どういうこと？あ、ブクブクと太ってってるわ。これ体が風船みたいに膨らんでってるよな。悲しげな音楽、椅子だけが見守ってくれる。あの瓶の中には何が入ってるんだろうね。ワインか何かがずっと満たされてるけど、腐ったりはしないのかな、ワインだから。何年もの言うて、うん、そこだけがね、ずっと年季が入っていきます。うわ、やばいな、体がやばいな。小錦も驚きのサイズ感。あ、ちょっと待って、これ異変起きてるの外だけじゃな。どんどん壁も廃墟見たくなってってんじゃん。2023年、手入れが行き届いてない家はこんなにすぐに廃れるのかい。そんなことはないだろう。廃墟へのスピード感よ。隣の家とかもっと異変感じるだろう。まず警察が来るだろうな。あ、どうなってんねん。え、このままでも見ていこうか。2023年もどんどん過ぎていきます。あ、10月になりました。どんどん年齢だけが増えてく。で、体重もどんどん増えてく。さあ2024年、もう体のサイズ感が半端じゃないんだけども、視界の半分以上が自分の体になっちゃってる感じ。ずーっと隣で、でも椅子は見守ってくれてるんだな。いいやつだな、あいつ。でもこれ以上もう廃墟にはならないのかな。やばいな。でも前回のあの歯磨きの時もさ、体がどんどん歪んでくというかさ、顔かな、顔がどんどん歪んでくみたいな演出だったけど、あー、暗い。やばいな。もうこのゲームの開発者異常でしょ。何をどうしたらこんなゲームを作ろうと思うんだろう。やばいな。まあなんかでもある種悪夢だよな。こないだまで実況してたネバーエンディングナイトメアよりも悪夢かもしれないよね、ある意味ね。終わらない悪夢すぎるわ、こんなの。体
体どういう感じになってんの、もはや。胸のあたりはね、なんか全然膨れ上がらないのに、お腹だけが膨れ上がってくんだよな。支障がどんどん出始めてるよね。あ、なんだ、え、召された、召されたのか、死んだ、え、空へ、空は綺麗だな。いや、ちょっと待って待って、去年ってこと、え、嘘、死んだ。あの、ちょっと最後にあのホラー演出をもう一回だけ見ていいでしょうか。1を押すとめちゃめちゃ爆音で襲われてたんだけども、さっきちょっとやってみるよ。いくよいくよ、3、2、1。ああ怖い怖い怖い、もうシンプルにこれが一番怖い。あー、やっぱこのゲームやばいわ。ということで今回はベッドライングシュミレーターというベッドでゴロゴロするだけのホラーゲームの方で遊んできました。いろんな意味でホラーだったな、マジで。グッドボタンの方もよろしくお願いします。ということで今回はこの辺で、また別の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。